おめえら、はい、キャンプに行く準備はできたか？早く行かしてくれ、行かしてくれ、キャンプに行かしてくれ。キャンプ知ってるかい？キャンプ俺がキャンプだ。先にじゃあ勝利条件を言っておきます。はい、勝利条件、ハッピーパラメーター。はい、これハッピーパラメーターっていう満足度のパラメーターですね。あら、1泊2日のキャンプの中でどのくらい自分が満足していたかを記すカードでございます。で、一番上に G ってありますね。はい、ゴールですか？そうです。お、そこに到達した人の勝ちです。お、到達した時点で勝ちです。当たったじゃない。そこに到達しなくても1泊2日のキャンプが終えて満足度が高かった方が勝ちになります。はい、見たら分かるんですけど、はい、マイナス10がありますね。ありますね。そこからスタートです。ああ、もう本当に疲れてる。ああ、もう闇に飲まれまくってますね。そうなんですね。それでは早速やってみよう。キャンプ当日パート、できることが4つあります。はい、買い出し、移動、設営、何もしない。買い出し、移動する前、街にいる時だけしかできないんですけど、買い忘れたもの、足りないものがあれば、このドラフトで余った山、上から5枚見て、その中に欲しいものがあれば自分の手札に加えることができます。なるほど。1日目、タイムカードを見てもらったら、はい、朝9時から10時です。はい、手番の確認です。キャンパーさんの左上、これ数字3番、2番です。では私は先にどうぞ。移動します。移動します。うん、これをここにとりあえず移動。あれですもんね、1しか進めないから。そうです。ここね。はい、アベベ。移動です。お、キャンプ場着いた。キャンプイン、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 ライオン、キャンプイン、ライオン。はい、キャンプインしたので、ここキャンプインしただけ満足しました。はい、ここでハッピーステータス、ハッピーにマイナス8までいきましたね。なるほど。いいとこだね。素晴らしいですね。いいキャンプ場だ。11時から12時まで。はいはいはい。11時、12時でしょ。はい、リベロ。私はキャンプイン、ライオン。はい、キャンプインしたのでライオンしました。はい、ライオンした。はい、ライオンもね。同じですね。あ、ようやくライオンしましたね。はい。100年の孤独。キャンプ場に1人だと確定した時点でハートプラス3でございます。さらに3つ、1、2、3をおりでー同じとこに行きゃよかったな。アベベ、もう設営できるよ。アベベのターン、私の方が先に着いたからってことですね。そういうことがあるんですね。わかりました。これが大きな差になるかもしれないよ。それでは私行かせていただきます。はい、こちらでございます。じゃじゃん、ティント、ティント、ポイン。設営コスト2なので、このターンこれだけです。はい。はい。1。アベベやっぱ最初にテント立ててたもんね、式の。まずはテントです。昼の1時から2時のターンです。じゃあ私もまず設営だな。まずこれを使います。多機能ナイフ。同時間帯に設営するキャンプ道具1つのコストを2を1にします。お、早くなんだ。そう、はい、置きます。で、そしてこのテント、軍用テントを設営いたします。設営コスト2だけど1になるので、もうすげえ。で、あと1ポイント使えるってことですね。そんないいのなかったな。で、もう1ポイントをシュラフを置いておきます。もう夜に向けて、はい、準備しておきます。はい、もう設営できんだ。設営できるなんてこった。4 1 2 3 4。あ、すげえ。もうゼロ、もうかなり満足度高いぞ。とんでもねえことになってんなあべべ。まずじゃあ私もですね、こちらでございます。網目型シュラ。次はこちらでございます。俺の火を起こすところからファイヤースターター。あーいいなー、あーいいなー、ファイヤースター。これ設定コスト2なので、またぎますね。はい。お、飲み込みが早いな。またぎです。ちょっと語弊が。はいはい、そうだね。満足度は1。はいはい。お昼3時から4時、夕方です。はーい。何時までに何しなきゃいけない？あとここ黒いところまでだから、このターンと次のターンまでに明かりをつけとかないといけない。なるほど、忙しいぞ。よし、レイコちゃんがいきますよ。火をつけるシングルバーナーで、これが種火となんか炎を両方兼ね備えている。お、もう種火ついていいことかんな。はい、これこっちに置いてきたらね、設営コストが1なので、もう1個もう1個。なんてこと、いいカードばっか言ってんな。俺んとこ全然なかったぞそれ。でもやっぱり夜は焚き火もしたいので、焚き火台も置いとこうと思います。あ、そうですね。ここ直火ダメですからね。直火ダメですからね。ね、俺が城南島海浜公園で肉を焼いてたのと形が似てる。同じタイプ、同じタイプ、焚き火台。今、お、竹な4ですね、プラス1、2、3、4。満足度。お、3まで来たぜ。とんでもねえぞ。もうハッピーになってるからね。やばいなこれ。やべえぞ。アベベのターン。設営。はい。巻き。お、設営コスト2なので横向きマキちゃん。なので今はファイアスターター設営できたので、満足度が2上がります。はい、原始的なんですよ私は。夕方5時6時です。はい、レイコレイコマキちゃん。明かりと炎、これで明かりはついたってことですね。はい、明かりつきました。次のターン。はい、コストが2なのでもう終わります。マキちゃんは3ですね。すごいぞ。ここまでか。俺の追い上げできんのかな。じゃあ私です。追い上げられるか。これを火つきました。はい、明かりも灯った。そしたら何するんだろう。じゃあここで私はロールテーブル。おお。ジャギーン立てます。はい。なるほど。なので今4つですね。あ、一気に4つ。とりあえず1234。お、やっとストレスがなくなりましたね。ストレスがなくなりました。次のターン。はい、夜です。はいはい、ここに書いてあります。設営には明かりが必要です。明かり設営できてますか？できてます。はい、このターンと次のターンで食事をとっとかないとマイナス5です。ただしアベベは食事を取らなくても大丈夫です。キャンパーの特殊能力。これ見てなかった俺。食事がなくてもマイナス5を受けない。食事とっても満足度は得られるから。なるほど、別に食ってもいいってこと。食ってもいい。なるほど。じゃあ飯を食います。おお、カップ麺。力強いみたいな。カップ麺設営コスト1です。1ですね。で薪を追加します。お、なんてこった。で、設営をまた時間帯またいなので、今のターンはカップ麺の1ですね。なるほど。そしてアベベ、そうだね、食事します。こちらバーベキューコーナー。あ、でかいな。でかいね。これを設営します。そしてこのロールテーブルがあるから、お、プラス1食事になります。なので4です。おお、一気にお食いつけ1234。はい、おおでございます。で、1日目の最後のターン、夜です。夜はね、あ、夜はだからテント、寝袋、食事が設営されてないと、それぞれマイナス5ポイントだけど2人ともやってるんで大丈夫です。だからこれがこうなってで1使って、あと1しかないってことですね、カードは残らない方がいいってことですよね、そっか、カードいっぱい余ってんだ、じゃあいらないの焚き火台2つ目、なんてことだで1で終了ですね。はい、ってことで今4ですね。1、2、3、4。何？もうゴールするじゃないですか。あべれ食っとこう。ダッチオーブン食事なので夜中にまた4。すごい。そうだね、また1、2、3、4出す順番よかったね。ロールテーブル出して食事を出す。なるほど。ああ追い上げてきてる。はい、で1日目が終わるので、はい、テント、寝袋、食事、設営できてるかチェックしてください。はい、2人ともできてるね。なのでマイナペナルティーはなしです。はい、はい、そして2日目の朝です。もう一気に、はい、アクシデント、星空、二日酔いある人いますか？星空があります。二日酔いはい、このターンで、このタイミングで二日酔い、星空、それぞれアクシデントカードを使いますが、二日酔いの方誰もビール、ウイスキーなど飲んでません。はい、なので無意味です。無意味影響なし、はい、星空それぞれに街と現在いるキャンプ場の距離の分だけハートを獲得する。はい、なので街から離れてるアベベここね。はい、アベベは1、リベロが1、2、2加算されます。アベベが1、リベロが1、2。おお、もう朝風呂に入ります。朝風呂最高だな。女の人が朝風呂入って1、2。ここでリベロの勝ちが確定です。イエーイ。僕はもうここでアームチェアを出してタープを立てます。ジャキーン。アームチェアの効果が折りたたみテーブルかロールテーブルと揃えばプラス1になるので、これで4です。はい、タープも出ましたから今、はい、1234。おうまいこと言ってんじゃん。あと1個だけだったんですけどね、はい、足りなかった、じゃあ飯を食うか。ホットサンドメーカー。あお、式根島で林さんが出たな作ってたホットサンドメーカーを使います。なんか優雅だね。カップ麺だったくせに夜は。そうですね、温泉にも入りやがって、あ、素晴らしい、うん、で手札がもうないです。あ、もうペナルティーなしですね。はい、はい、阿部弁さんじゃあ朝になったんで、はい、僕は前切り式、ひよこ式。おっとおっと、何を迷った受験生またちょっと火を起こすんですよ。お、何回も使えると言ってましたけど、設定コスト2なのでこれでおしまいね。ちょっと原始的にね。あ、でもアベベも満足度最高級のトップクラスです。はい、次の最後のターンです。はい、このターンまでに食事を取ってなければマイナス5ポイントで、手札が残ってればマイナス1ポイントです。じゃあリベロのターンは何もできないです。何もできないですもんね。じゃあ僕はですね、さっき起こした種火で火を起こす。最後に火を見つめて僕は終わります。いいですな。はい、おめでとう。でもみんなでもすごいね、2人ともすごい。全て使い切りました。はい、でもこれなんかあれが出ましたね、キャンプの質が結構リアルな感じに出ません？だって割と僕こういうキャンプしてますもん。ちょっと原始的なで、こっちなんかちょっと機能的な。そうですね、これがね、シングルバーナーがいいですね。そうです、これ強いですよね。この焚き火台も使いますし、焚き火台2つあるからね2箇所で薪を燃やしてるからねハイスペックです。でこれはちょっと昔ながらの音って感じで、以上1戦目。はい、ありがとうございました。じゃあ早速もう1戦やりましょう。はい。